皆さんこんにちは、アスキト投資クラブです。今日はですね、7599ガリバーの動画解説をしたいと思います。この銘柄、昨年の11月12月とですね、3200円台でね、上値が抑えられる動きでしたけれども、今年に入ってですね、直近この高値をブレイクしてきてますね。でなおかつここ3日間はですね、出来高しっかりとね伴ってきておりますので、レンジブレイクの動きからですね、押してきたところはね、買いが入りやすいんではないかなと思われますね。その金額の目安としては、このちょうど1月16日のこの値幅ですね、ローソク足の実態の値幅の3600円あたりからですね、3800円の間はですね、買い目線でいいんではないかなと思われます。でまず最初のターゲットですね、ちょっと週足の方に、ね、切り替えますけれども、2011年ですね、2011年の7月にこの4000円手前のとこ、3975円というのがね、ありますので、この4000あたりがね、最初のターゲットになってくるんではないかなと思います。でそこを抜けてくるとですね、2010年の10月の高値4715円で、そこ抜けてくると金額的な節目5000円というのもありますけれども、それ以前のですね、週足チャート上で2009年ですね、2009年のところで一度こう下ひげをつけてこう止まったところがあります。これちょうど5240円近辺になりますけれども、こういったところもですね、株価抜けてきたところではやっぱり意識されやすくなりますので、5000円から5240円の間がですね、次のターゲットになってくるんではないかなと思いますね。でもう一度日足の方にですね、チャート戻りますけれども、下がってきてもですね、この3500円とか5日移動平均線とかですね、こういったところがしっかりサポートしてくれればね、問題ありませんけども、この3255円とか45円ですね、3200円台、ここをこう下回ってくるとですね、せっかくレンジブレイクしたやつが全部帳消しになってしまいますので、3200円下回るとですね、ロスカットを考える人が出てくるかと思われます。では以上でガリバーの動画解説を終わりたいと思います。ありがとうございました。